ああ、仮今日キャップ忘れたからさ、このソファーの肘掛けで日を消してんの。右目だけ。みょん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 。どうも、松島奈々子です。ちょっと首をかしげた松島奈々子です。へい、そこのお姉さん。こっちこっち。そこのおっぱいの大きいお姉さん、お茶しよう。こっちですよ、声かけたの。上見て。やべ、あのおじさんが声かけたと思われてる。なんか話し合ってるぞ。やべ、痴漢扱いされてる。こりゃもう、後の祭りだな。ああ、今日は休みたいな。でも楽しみにしてる人いるからな。よーし、今日はこの辺かな。ここだと少し邪魔になるから、もっとこっちに避けよう。よし。開店準備だ。うん、うん。はい、いらっしゃいませ。やっぱり、カリコちゃん恥ずかしい。でも聞いてほしいな。あのね、このお洋服はね、エリマキさんトカゲさんをイメージしてるの。どう？みんな、エリマキさんトカゲさんみたいでしょ？でもね、エリマキさんトカゲさんに間違えられるといけないからね、こうやってね、カリコちゃんね、隠れるの。